そうですね、たまに反応されない。おりゃおりゃおりゃおー、できました。よろしくお願いします。毎度。今回は Wacom Cintiq Pro 16インチモデルを試してもらって感想を教えてください。はい。で、この前書いたロボットなんか同じものを書いてもらったら、うん、鉛筆で書くロボットとタブレットで書くロボットは書き心地の違いとか教えてもらったら嬉しいです。うん、そうですね。で、どれくらいタブレットは普段使ってますか、仕事とか。全然全て紙に書いてますからね。あ、ブラッシュサイズはここで変えられます。太いじゃあとりあえず消しゴムでここら辺はガーッと消しゴム。ということは、あの後ろ回したら勝手に消しゴムになります。そう、ちょっとこれが熱くなってくっつくことが よくあるので、うん、スムーズに線を引けない場合、確かね、これを格闘技用の専用の手袋とかも当てましたよね。いやいや、これあの商店街の100均で買いました。こういうのも慣れればいいんでしょうね。うん、まあ、慣れるほどタブレットは使ったことがないからキーボードがあるとはいいか。ああ、いいですね。消しゴム書きは慣れてるからタブレットみたいにこうやって回したら角度も変えられます。はあ、はい。今のところはどうですか。まあ、本当なんか線が全然描けないんですけど、よれるしツルツルしてるし。本当は前のタブレットよりこれが、まあ、iPad のガラスより紙の近いはずですけど、まだまだ滑るよね。そうですね。あとはここにいろんな別の芯はあります。これフェルト変えてみますか。これをやってみましょう。これの方が鉛筆の近いかもしれないですね。はい、あまり変わらない、変わらないかな。微妙な違いはあるんだろうけど、果たしてこれがいいものなのかどうなのか、やっぱり。いや、ま、細かいところになると、あの、思ったところに線が引けませんね、これは。ああ、なるほど。うん、今のWacom Cintiq Pro は、かなりガラスは薄いんですけど、うん、まだまだ描きたいところにつかない。でもこういうの使ってね、あの皆さんイラストとか描いてるんでしょ、お上手に。 すごいな。うん、慣れたらこういうレベルのディテールならみんなもうすでに拡大してアップで描いてます。うん、そうじゃないとなんかタブレットで描くのは難しいかもしれない。全体のね、様子を見ながら描かないといけないから、まだこの段階では拡大するのは危ないかな。そうですね。結構いびつになっちゃうでしょ、アップにして書いて進めていくと。途中ですが、はいはい、ペンのカリブレーションをやってもいいですか。はいはい。そのペンを使ってできるだけ真ん中を触ってください。あれ、ここ、うん、何回もクリックして試して、うん、大体合ってるところにあります。おやじゃあもう一回、おりゃ、当てますか。どこに変わりがないですか。そうですね。まあこういうのは慣れなんですよね。多分自分なりに筆圧とか色の濃さとかカスタマイズしていけば使いやすくなると思うんですが。うん、慣れてる方がカーソルを見ながら書いてます。ん、そうですね、たまに反応されない。おりゃおりゃおりゃ、おー、来ました。この機能は便利ですね。使えると。普段紙に書くときもね、角度を全然変えてやっちゃってるんで、それができるとできないじゃ大違いですね。おりゃ、多分おりゃ、反応が遅いから。そうですね、なるほど、そんな感じ。ソフトに何事も慣れが必要ということで、うん、でも慣れると安くいろんな色塗り自由に試せるし、まあ画材もかさばらないですしね。うん、なんか忍者と侍ちょうど間くらいです。忍者ロボはこんな感じかな。忍者バトマンが出るって聞いた映画、そういうような。なんかアニメーションでやってましたよね、 CG のアニメーションで、うん、ジョーカーとバットマンの戦いが。
私が絶対拡大するところで、ヒロイさんは無事で拡大しないで描ける感動です。んいや、まあ、ラフですからね。これをクリーンアップするとなるとね、やっぱ拡大して丁寧にやっていかなきゃいけないんでしょうけど。それこの前ラジオでやってたんですけど、黒装束の忍者衣装っていうのも定番じゃないですか。定番ですね。あれは完全なる創作なんですって。あんな格好した忍者はいなかったんですって。へー。あ、じゃあみんなオレンジとかんっていうか普通のか、あの目立たない、あの人混みに紛れても大丈夫な服装。へーほら、忍者はバレちゃダメだからそうね、必ず忍者服と分かったらもう忍者の意味が分かってないんだね。あ、でも夜は黒い服がいいんじゃない。それでも見つかった時にいかにも怪しいじゃないですか、ああいう服装ってまあ戦争のあった時はいざ知らず、普通にあの日本は戦争のない時代があって、昔その頃の忍者っていうのは武器も何も持ってなかったって。区内でもそうですね。手裏剣はあの鉄は高いので確かその頃高価だったので、石粒で持ってたらしいですよ。懐に入れて相手がひるんだ隙に逃げるいいイメージ全然違 う, そうです、ね、自由に手裏剣投げてると思った、うん、なんか時代劇の研究家の方がお話ししてくれたんですよ、ラジオで、うん、なかなか面白かったですねで今の模様は何ですか。これも鎧の、まあ鎖片びらをイメージ。あメロン見たくならないようにこのCintiq Proの角度はどうですか。自由にこうでもできます、うん、ただ、うん、少し見づらくなっちゃう、うん、まあ普段はあのこれぐらい前かがみになって描いてるんでいいですよ、大丈夫、ね、これの方がいいですよ。もう少し、あ、これぐらいかな。ああじゃあこれくらいですか、うん、まあ微妙な傾斜なんですけどね。あ、まあやってみましょうか、はい、こういうようなストーントルーパーみたいな、結構あのコミカルな顔ですよね、あれは。そうですね、よく見てみるとアイアンマンもよく見るとね、あの鼻筋が通ってない分お茶目な顔に見えるし今描いてるやつも鼻がないんですけど、ちょっと切れ込みを入れて鋭さを出したりとか。トランスフォーマーズでも鼻がないとか鼻がある、いろいろありましたね。ホットロッドは鼻がありました、ね、オプティマスプライムはあったっけ。フェイスガードというかフェイスマスクというか、そんな感じだとかっこいいんですよね。まあラフだからこんな感じですか。ちょっとニヤついた顔になっちゃったけどありがとうございます、はい、今のところでどうでしたか。んそうだな、まあまだ慣れてなくてツルツル感にはちょっと手間取りますけど、本当はこれ保護フィルムも売っているので、うん、もっと鉛筆の近いフィルムもつけても大丈夫です、ね、なるほど。でこういう芯の2つがあって、どれの方が良かったですか。まだ慣れてないからどっちもどっちかななるほど。で見づらさとか特にありましたか。いやまあこれぐらいやったら全然、光もあのきつくないし、うんうん、目にも優しそうで。お紙と比べてどれくらいなんかやりづらかったとか、うん、そうですね、まあこれぐらい、うん、反応してもらえれば全然、うん、まああとは慣れですよね、これも。そうですね。で傾けてこうで細部を描いていくと、うんうんうん、いう感じですかね。これを下敷きにして清書もできるわけでしょ、うんうん、やってもらえますか。あ、はいはい、今回はラフを描いてみて感想でした、はい、ありがとうございます。どうも。次回は少しこれを薄めにして上に別のレイヤーで清書、うんうん、はい、あ、じゃあバイバイ。お達者でー